2年半ぶりに、タイに旅行に来ました。やっぱり人は少ないですね。まあ、ようやくタイも、どんどん観光客を受け出したばっかりで、まあ、欧米人あまり気にしてないかなと思ったら意外とやっぱ、まあ、少ないですね。圧倒的にもちろん中国人も本当に、観光客がもちろん日本からもほとんど少ないから、街がやっぱり寂しいですね、バンコクも。でびっくりしたのが、タイの人たちもみんなマスクをしてるっていうことですね。暑いんですけど、日本の真夏がずっと続いてるような国なんですけど、みんなマスクをしていて、でも欧米人の観光客だけがマスクをしないというところで、まあ、日本人がマスクを取れる日もやっぱりなかなか来ないんじゃないかなというところですね。